アメリカ政府が隠蔽した底なし穴、メルの穴を知っていますか。この謎の穴はアメリカに存在するとされ、1997年に、メルウォーターズと名乗る人物があるラジオ番組に出演し、この不思議な穴について語ったことがきっかけでした。世界中には、正体不明の穴が数多く存在します。それらの穴は、時には UFO 基地への入り口、または地底世界の入り口だと言われます。 日本にも地獄への入り口だと言われる穴、または場所が存在します。本日は、世界中に存在する謎の穴について、探求していきましょう。メルの穴。メルの穴は、アメリカ・ワシントン州にある、エレンズバーグに存在するとされる底なし穴です。この話は、1997年2月、メルウォーターズと名乗る人物がラジオ番組、コーストゥーコーストに出演したことから始まります。 メルの所有する土地に不思議な穴が存在するというのです。彼によるとその穴は直径約2メートルであり、穴を覗き込んでもそこを確認することはできず、また様々なものを投げ込んでも、そこに当たる音は聞こえないといいます。さらに、大きな声で穴に向かって叫んでも、声が反響せずそこが存在するかどうか不明なのです。この穴は、彼が引っ越してくる前から存在しており、使用用途が不明だったため、 彼はゴミ捨て穴として使っていました。電気製品や生ゴミなど、様々なものを捨てていたのだが、穴が埋まる気配は一切ありませんでした。そこで、不思議に感じた彼は穴の深さを調べようと考え、長さ1500メートルの釣り糸に重りをつけ、穴に垂らしてみるのです。しかし、そこに届く気配は一切なかったと言います。彼は自宅にある釣り糸をすべて繋ぎ合わせ、 最終的には2 4トルもの長さになったと言いますが、それでも、そこに届くことはありませんでした。さらに、この穴の周辺には生き物が一切いないことや、動物たちが近づくと怯えてしまうという奇妙な現象が起きるのです。メルはこの穴の謎について解明したいと思い、ラジオ番組、コーストゥーコーストに出演したのです。これらの話を語った後、多くのリスナーが興味を持ち、 たくさんの情報が番組に寄せられましたが、解明されることはありませんでした。このラジオに出演したことがきっかけで、この話が多く広まってしまい、アメリカ政府にも知られてしまいます。ラジオに出演した翌日、穴がある土地に向かったメルですが、道が封鎖されており、軍人に演習中の事故のため、道が封鎖されていると伝えられます。しかし、当時、そこで事故があったという事実は存在しないのです。 メルはここは自分の所有する土地であると伝えましたが、通してもらうことはできなかったのです。また、軍人にこれ以上先に進もうとすると、命の保証はできないと警告されたといいます。そこから数日後、メルの元にアメリカ政府よりこの土地を売ってほしいと連絡がありました。アメリカ政府が提示した金額は当時のレートで約4億円であり、さらに2つ条件がありました。それが、穴の情報については一切公害禁止。 国外への移住でした。彼はこの条件をのみ、オーストラリアに移住することになりました。移住後も彼は、穴の存在を忘れることができませんでした。そして数年後、彼は真相を確かめるため、アメリカへと向かいます。アメリカへと無事帰国した彼は、ラジオ番組にて、アメリカ政府の行動について話そうと考え、番組にコンタクトを取りました。しかし、 そのラジオ出演日に彼は現れることはありませんでした。彼は、ワシントン州へ戻るバスの途中で、警察の検問に遭遇し、その瞬間から気を失ってしまいます。そして気がつくと、サンフランシスコ市内をさまよっていたのです。彼は、前歯が日本折れており、腕には注射痕が残っていたと言います。また、身分証や財布、パスポートなどの持ち物が一切なくなっていました。その後、 彼は親戚を頼りなんとか、自宅があったエレンズバーグに戻ることができたのです。そして、無事にラジオ番組、コーストゥーコーストに出演することができ、これまでの出来事を全て話しました。このラジオ出演後、この話はネット上で再度話題になり、穴の正体を突き止める動きが高まるのです。しかし、この穴の正体を突き止めることはできませんでした。メルは、2000年、2002年と数回にわたり、 謎の穴について語りました。それ以降については、番組側が出演を依頼するも、メルが再び番組に出演することはありませんでした。アメリカ以外でも、この話は話題になり、穴の存在を確かめようとしましたが、発見されることはありませんでした。穴の存在が確認されなかったため、この話は嘘ではないかと、疑問が高まることになります。実際にこの話を聞き、調査をした地元のニュース記者は、 メルウォーターズという名前の人物が、これまでエレンズバーグに居住したり、財産を所有したりしたという公的記録はなかったと語っています。さらに、ワシントン州の天然資源局の地質学者である、ジャック・パウエル氏によると、地質学的に、この穴が存在することはありえない、もし深さ 24km 以上の穴が存在した場合、周囲の地層からの膨大な圧力と熱によって崩壊すると見解を述べています。 この穴はメルの作り話だったのでしょうかそれとも本当に存在しており、隠蔽されてしまったのでしょうかメルの穴について紹介しましたが、日本にも謎の穴が存在することを知っていますかあの世と繋がる六道鎮の宇治このお寺は、京都市東山区にあり、室町時代に建設されたと言われています。この付近の場所が、六道の辻とされており、地元の住民には六道さんという愛称で呼ばれています。 六道とは地獄道、ガキ道、畜生道、修羅道、神道、天道の六種の冥界を指し、人は死後、縁魔様に裁かれ、輪廻転生をすると言われています。つまり、このお寺は冥界と現世の境目に存在しているということになるのです。そのため、六道鎮道寺ではお盆の期間は、冥度から帰ってくる、亡くなった人の魂をお迎えする、六道参りが行われています。 あの世とこの世を繋いでいる証拠として、このお寺には、明度がよいの井戸、よみがえりの井戸という穴が存在します。明度がよいの井戸があの世への入り口、よみがえりの井戸があの世からの出口となっているのです。実際に、この穴を使い、この世とあの世を行き来していたという人物が存在したのです。その人物こそが小野の高村です。彼は、小野の妹子の子孫であり、平安時代に佐賀天皇に仕えていた官僚であり、 武術にも優れており、優秀な人物だったとされています。小野の高村は亡くなった母に会いたい気持ちから、井戸を使い、地獄へと向かうのです。そして、彼は閻魔大王に会って、母を救い出したと言われています。この出来事以降、彼は、昼は朝廷で仕事をし、夜は閻魔大王の補佐をしていたというのです。そんな伝説が残る六道鎮の宇治の二つの井戸ですが、現在は人気スポットとなっており、 一般公開されています。メイド通いの井戸については、近づくことは禁止されていますが、ヨミガエリノイドは至近距離からの配管が可能であり、中を覗くこともできます。もしこの場所を訪れたとしても、絶対に穴の中には入らないようにすることをお勧めします。富士の地獄穴、富士山周辺の青木ヶ原樹海に、地獄へと通ずる穴が存在しているということを知っています。その穴は鳴沢氷結と呼ばれており、 840年に発生した噴火で形成されたと言われています。ナルサは氷結は地下に11メートルの縦穴が多洞窟であり、内部の平均気温は3度で、1年中、氷に覆われています。この氷結の最深部に11メートルの場所に地獄穴が存在しており、この穴は70から80キロメートル以上続き、神奈川県の江の島に続いていると言われています。 本当に江の島まで続いているかどうかは確認されていませんが、鳴沢氷結の注意書き看板に、一歩足場を失うものなら二度と帰ることができない危険な穴。伝説によると、江の島の洞窟まで続いていると言われていると書かれています。江の島側の入り口とされている岩や洞窟にも、富士山につながっているという注意書きが存在するのです。これが本当なのか確かめるために、過去に調査を実施したことがあるそうだが、命の危険や、 狭すぎる箇所があり断念したと言われています。また、江ノ島から入った調査隊で怪我をしたメンバーがいたが、彼らは洞窟内で何が起きたのかを決して言わなかったという話もあります。他にも、洞窟が途中で異次元の世界に繋がっていて、間違って進んでしまうと戻って来られなくなる。狭い洞窟の中に大量のコウモリが生息しており、コウモリたちの出す超音波の影響で、 頭がおかしくなり狂ってしまうなどの噂が存在しています。しかし、岩屋洞窟となるさは氷結は、形成方法や素材の違いがあり、洞窟が続いていることはありえないという説もあります。この2つの穴がつながっているかどうかは、現代においても不明のままです。しかし、なるさは氷結の発見前から、富士山と江の島はつながっていると言われているので、本当につながっているという可能性も捨てきれません。以上。 世界中に存在する謎の穴について探究してみました。もし、このテーマについてのご意見や情報がありましたら、コメントで教えてください。また都市伝説探究機関公式 X を始めましたので、こちらもフォローをお願いします。それでは、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。